こんにちは。今回はエドマエルフ第2話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。エルフアニメ来た。月島の風景いいな。小ゆずちゃん手は良い。妹ちゃん可愛い。直接言えよ。自分で伝えろ。特に佃煮が美味しい。千葉吉祥みたいな会話方法やめろ。囁いてることをそのままつぶやいてて草。この声の出ない感じの演技ええよな。その距離なら自分で言えって。このアニメ可愛いキャラしか出てこん。ちゃんと感情込めて言って。感情込めた太眉ちゃん可愛い。やった。みこちゃんノリ良いな。ぼっちザエルフ。せんべいの作がすごくて草。迫真のせんべい作が。料理が得意なんだな。妹ちゃん良いお嫁さんになれそう。その年で目利き？すげえ。小ゆずちゃん小学生なのに豊洲に勤めてるの？料理が得意なのか。走るのが早いよ。走るのが早いよ。ボットになっちゃった。佃煮の歴史。家康くんの名前がポンと出る。たびたび出てくる家康くん。おべえが苦手だったけど佃煮のおかげで無限に食べられるようになったエルフ。佃煮のうんちくに自信でき。エルダ様萌えがすぎるだろ。佃煮は美味しい。めちゃくちゃわかる。エルフの耳ってそんなピコピコ動くんか。耳ピコピコ可愛い。ここには可愛いしかないのか。オープニング来た。極めて自然なオープニングへの導入。オープニングの時点でクーネル遊ぶの3連コンボ極めててくさ。この子気になってる。エモいが詰まりまくったオープニングだ。行こうぜモンジャストリート。マクドナルド来た。何作品目のマクドナルドだろうか。女子グルメバーガー部難民救済。マックで女子高校生がさ。でかいなこの子。バーガー3つってワイナミに食うじゃん。結構がっつり食うのね小糸ちゃん。この時間のファーストフードテロやめて。カエル戦車とは柔らか戦車みたいな。お告げきた。1番と6番を選ぶのだ。こいつ脳内に直接。精霊魔法でしょうもない内容伝えるな。エルダのためにハッピーセット買わされる女子高生。精霊の無駄遣いだな。言い訳しても太るもんは太るぞ。イケメン少女かっこいい。ちょっと太ってる方がいい。わかる。ああ、ユリカ今のは惚れちゃう。アマジン来た。革新のアマジン。宛名長すぎるだろ。ご苦労様ですの言い方好き。声に覇気がなさすぎる。そのハンクでええか。微妙にずれてるのリアル。荷物は自分で受け取れるのね。カエル戦車頼んでた。カエルパンツァー、カエルイージス。お前何買ってんだ。長い人生をエンジョイしてるな。だって私神様だし。フラグがもう見え見えだが。おたまジャイロあるある。ハズレあるある。その顔が見たかった。おたまジャイロつってや。おたまジャイロちょっと可愛いじゃん。箱買いでなくバラ買いというリスク。全部おたまジャイロでした。おたまジャイロ3連続。これ在庫処分でしょ。おたまジャイロの封入率高すぎだろ。ガチャで爆死した時に使いたい客。素直にボックス買え。パチモン臭いプラモ。PC にステッカー貼るタイプや。いとまを持て余したご身体の遊び。ゆっくりみたいになるな。最初からそっち変えていき。追加ポチった。結局注文するんじゃねえか。ダブリを眺めながら食うチョコはうまいか。バーン。やったー。目キラッキラさせちゃって。でかいのが来た。でかいよねこの子。また知らない人。言うことすべてちぐはぐ。便利だったらいいのかよ。内緒なのか。横向きになるとやっぱりでかいな。耳投げ言われちゃった。初手から地雷踏み抜いた。それは禁止カードだっつっただろ。コマちゃんストレート。あいつ嫌い。お賽銭の前借りとか初めて聞いたぞ。賽銭の前借りってご利益ゼロどころかマイナスじゃん。やっぱりお賽銭からだった。劇場版特典満載ブルーレイ。おたかつしてるとマジで金足りないもんな。めっちゃドヤってる。ドヤ顔エルダ様かわいすぎだろ。食玩とは思えぬ量クオリティ。今の食玩はすごいですよね。食玩集めてるぜ。ふん、
無関心。ま、興味なかったらそんなもんよ。江戸の頃からずっと好きだったのね。まさかの食玩の歴史が。富山の薬売りの頃からおまけあったのか。江戸時代発祥なのか。それは浮世絵ですね。無駄に江戸知識入れてくるな。汎用性の高いスクショ。カエル戦車布教していく。 iPhone とドラクエ3くらいギャップが。ドラクエ3はカランカ。奥に出ても人見知りで落札できない。コミュ障発揮してるな。錆びれたおもちゃ屋に残ってるあるあるだ。そういうお店って意外と当時の値段で売ってたりするんだよな。綺麗なんだからもっと見せびらかせよ。女を落とすプロ女やんか。コマちゃんはすぐそういうこと言う。コマちゃんイケメンすぎるだろ。なんだこの胃のでかいイケメン。コマちゃんたらしだな。ちゃんとお参りしてるのもポイント高い。下の文字がオタクエルフはひどい。ランドセル背負った小ゆずさんたまらん。小ゆずちゃんが可愛すぎて可愛い。お米っちゃ綺麗だけどどこだ。ランドセルがピンク色なんだね。本当にあったのか、カエルキャノン。コマちゃんできる女すぎる。エルダ様もコマちゃん大好きになってる。白身の佃煮よいしょ。佃煮が月島のソウルフード。それは大げさじゃない。真顔。月島のソウルフードはもんじゃ。佃煮対もんじゃ焼き。はい。両者一歩も譲らなさそう。世代ギャップ戦争勃発。もんじゃ焼きって戦後じゃないかな。月島といえばもんじゃ焼きだよな。引きこもってるエルダは知らないのか。もんじゃストリートなんてあるんだ。ジェネレーションギャップ。砂糖。もんじゃの認識が古すぎる。食べたことあるし。江戸もんじゃから情報がアップデートされていなかった高耳よう。もんじゃって昔そういうものだったのか。時代が違うせいで認識がいろいろずれてる表現が入ってるのいいな。勉強になるアニメ。もち明太チーズなんて絶対うまい。これ絶対うまいやつ。早速落ちかけてる。今なんて。クラムチャウダーでもんじゃとかあるんか。ランドセルにかかった小ゆずさんの髪の毛が良すぎる。妹ちゃんボノボノみたいに汗が飛ぶの可愛い。もんじゃ焼き食べに行っちゃおうか。一緒に行けばいいじゃん。一緒に行こう、エルダ様。喋るたびに汗汗エフェクト&SE が出るの良すぎる。お前も来るんだよ。いい子だ。完全に落ちててくさ。やった。小ゆずちゃんと一緒に食べたい。エルダ、外食に連れ出される。泥棒みたいのがいるぞ。エルダさん泥棒みたいな風呂敷かぶせててくさ。貸し切りとな。飯テロ始まった。飯テロやめろ。エマージェンシー。強烈な飯テロを受けている。おいおい、この時間にもんじゃは卑怯だろ。もんじゃ作画がいい。飯テロ会だ。近々もんじゃ絶対食べる。この時間に致命的な飯テロ。なんだこの飯テロアニメは。この時間に丁寧にもんじゃ焼き作るのはテロだろ。飯テロアニメすぎる。うまい。おはどけしそう。その時エルフに衝撃が走った。口に入れた瞬間にもう確定演出出てるが。ついかしわで打っちゃった。 W 気をつけないと口の中やけどするからな。深夜2時50分のもんじゃは来るものがある。楽しい食卓いいじゃん。作るの楽しいよな。なんというもんじゃアニメ。10人前うせやろ。どんだけ食ってんの。もんじゃ10人前食える。うまい棒を使うのはうまいと聞く。スイーツもんじゃもあるよね。もんじゃ食って1万円とかねよ。10人前でこれなら意外と安いか。レシートなが。はい。また食紅来ような。頭のおかしいエンディング来たな。実写融合怠惰エンディング好き。ここ EC サイトでポチってる様子だったか。実写風 CG に 2D 合わせるのほんと良いよな。マジで放送時間帯だけが問題よな。もんじゃ焼きがめちゃくちゃ食べたくなったな。これ作画クオリティすっごい高くね。こんだけ手間かけてくれてるの嬉しいわ。めちゃくちゃ名作とかではないんだけど、しみる良作だわ。欠点を挙げるとしたら時間帯が悪すぎる。こういうのでいいんだよ。ケアアニメだからもっと早い時間でやれ。1話の出し落ちになるのを心配してたけど、良質日常系アニメになりそうで安心したわ。
昔の文化の豆知識も入れてくるから、ただ可愛いだけのニートを観察する虚無でもないし、理想的なアニメ化だな。外国人向けを意識しているような要素もあるかな。作画のレベルも今期作品では際立って高いし、今期日常もの少ないからこのアニメは貴重だわ。思ったより両アニメになりそうやな。最終回惜しくなるタイプのやつや。腰水のぐーたら演技が最強すぎる。脳みそぐずぐずにされそう。エルだって物欲まみれだから、物食べ物含むで釣ったらちょろくね、物くれるいい人みたいな。マクドナルドの食玩に興味あったけど、ハンバーガーとかには興味ないのかな。ミコが代わりに食ってたけど。妹ちゃんかわいいな。あと妹ちゃんかわいいな。コユズちゃん、いつでもエルダ様と会って話せるようになってよかったね。エルダ様思いで優しすぎロリには勝てなかったよ。コユズちゃんバブミがすごいな。こんなかわいい子いたらワイも引きこもり治るわ。コイトがもんじゃ食べた時のうまいの表情が原作通りで嬉しい。コマちゃんイケメンネムネもでかいときたか。別アニメのコマちゃんとは真逆。ギフンギフン。ほんとコマちゃんの言動はイケメンだな。食玩を語ると饒舌になるエルダ様にも笑った。おいだめエルフ、ちょっとそこの席かわれよ。俺も美少女小金井姉妹と宅を囲んでもんじゃ焼き食べたくてお腹が鳴るぜ。もんじゃ10杯で9800円ってことは1杯980円かよ。ダメエルフめ、この時間にやっていいもんじゃないやろ。腹減ってくるわ。もんじゃ焼きってほんまにうまいの？食ったことない。うまいで。焼き加減調整できるし。食ってみたいけど、初めて一人で行くのはきついんやろか。剥がして食べるから仲いい友人同士じゃないと無理やな。ていうか地味にオープニングエンディングええよな、このアニメ。深夜に神アニメ来ると脳にしみるわ。今回は食玩ともんじゃのお話でした。いやー、このアニメまさに神アニメになりつつありますわ。今期はいろいろ激しいアニメが多いから、この何にも考えずに癒される日常系は本当に脳にしみるというか、とにかく出てる女の子キャラが神な作画も相まって全員可愛いし、男が一切出ないのもいいですね。宅配便の人ですらお姉ちゃんなのが徹底してます。特にやっぱりみんなが言ってる通り、ランドセル背負ってる小柚子ちゃんが可愛すぎるだろう。最近ランドセルとか久しく見てなかったから、この子が小学生ってことに改めて気づいたけど、新キャラのコマちゃんもイケメン女子度が高すぎて天然たらしぶりがいい感じです。後半は飯テロ回でした。今期の飯テロアニメはこれだったんだな。このアニメ放送時間帯が遅すぎるので、こんな時間の飯テロはまさに地獄。もんじゃは食べたことない人も多いのではないかと思うんですが、これ見て興味持った人もいるんじゃないでしょうか。ちなみに私は別に東京出身ではないんですが、たこ焼きよりもお好み焼きよりももんじゃが一番好きです。あのヘラで剥がしてちまちま食べるのが好きなんですよね。いくらでも食べれる。10人前はさすがに無理だが、こうやって特にシリアスにもならずにゆるっと日常が続いていく作品らしいので、これは最後まで見ます。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。